数的優位な状況です。ウィークポイントをうまくついて、このゴールはですね、非常にこう考えられたこうプレーで、皆さんこんにちは。今日はですね、 J1 第7節清水エスパルスの、振り返りですね、浦和レッズのお話ししたいと思います。まずこのゲームですけれども、1対1結果で、最初ですね、江坂に PK で決められて、その後バウドがコーナーキックからこう決めたんですけれども、あの53分伊藤相手が退場して、で数的優位となったと。まあその流れの中でこうバウドがその後コーナーキックから決めたんですよね。で早速このゲームについて振り返りたいと思います。課題と、それから良かったところ、それから期待が持てるところをお話しさせてください。エスパルスが黄緑、そして赤が浦和レッズです。課題のところなんですけれども、エスパルスが、まあ、4-4-2 っていう形でプレーしていて、このボランチの距離が遠くなるんですよ。でそれによってこの真ん中を使われてカウンターがこう発動するんですね。これって、ゴンダーがこう PK 取られてやられたシーンと、それから伊藤が退場になったシーン、二つのシーンで同じようなシーンが生まれました。どういうことかっていうと、清水の方は、できるだけ高い位置でこうハイプレスかけて、相手をこうはめてボールを奪って、でシュートまで行きたいんですよね。手数かけずに早く。逆にこのボールを持つっていうところでいくと、竹内が宮本とプレーしてたんですけど、ビルドアップの時にこうやって後ろ下がって3枚になる。でこれ左行ったり、状況に応じては真ん中に入ったりとかして、そしてこのサイドバックを高い位置に取らせて、後ろ3枚でちょっとウィングバックみたいな感じにしていくんですよね。でこれ竹内、仮にこれがこっち下がって、で数的優位を相手こう2トップ気味になって、こうやって作っていくわけなんですよね。そうなった時にボールがじゃあここに展開されましたってなると、ボールサイドに当然宮本もこれ寄りますよね。そうした時にここがいなくなるわけです。そこを使われてしまって、こっから攻撃が発動してカウンターを食らうわけなんですよ。これがですね、 PK もら、与えてしまったシーンと、伊藤が退場したシーンで同じような、シーンだったんですよね。展開が当然早くなると、当然ここ竹内も追いつかなくなるんで、ここを今後どうするかなんですよね。なんでここをこういうふうに山原が入っていくのか、もしくは違う選手がここのスペースを埋めながら攻撃に厚みをもたらしていくか、ここがポイントになってると思います。良かったシーンになります。53分、伊藤が退場しました。で相手は 4-4-1 という形にシステムも変えました、変更しました。その後ですね、平岡さんは3枚交代するわけですね。オセフン、それから中山で、ホナウドですね。3枚一気に変えました。数的優位な状況です。でゴールが生まれるんです。これ何が良かったかっていうと、オセフンは、まあ、193センチあって、まず一つですね、彼が入ったことによって、まあちょうど裏の方も数的不利ということもあって、ラインがこう下がった、下がった要因はこの彼、ターゲットマンができたんです。今までであれば鈴木唯人と、それから神谷が前線、もしくはローテーションしながら後藤が入るんで、前のターゲットっていうのはいなかったんですよね。軸になる選手、このターゲットがいたんで、オセフンが常にボックスの中でプレーしてる。この辺の周りの作業っていうのは他の選手にやらせてるわけなんですよ。役割分担が明確化されたんですね。この役割が明確化されたことによって、自分たちが今何やらなきゃいけないっていうのが分かるようになりました。ここからです。コーナーキックです。ここからゴール決まりますね。何したかっていうと、ショートコーナー増やしたんですよね。これなんでするかっていうと、浦和レッズの守備っていうのはゾーンで守るわけなんですよ。ゾーンで守るときって一番大切なのはマーク決まってないんですよ。例えばこれクリアしました、ボールを。そしたらクリアしたら誰が行って、この後後ろは誰がラインコントロールして、この選手はどこまで行ってっていう、この細かな作業があるんですよ。これはゾーンディフェンスの難しさでもあるんですね。でそういったところのウィークポイントをうまくついて、エスパルスはあえてこれショートコーナー狙ったと思うんですよね。それによってこの誰が来てわかんいいかわかんない、この不安もあったと思うんです、選手たちの、おそらく。でバウドから山原でしたよね。でそこからゴールが決まったと。このゴールはですね、非常にこう考えられたこうプレーで、とても良かったと思います。はい、まとめです。
新戦力がこう入ってきて、オセフンもそうですし、それからバウドもそう、松岡もベンチに入ってましたよね。でホナウドも出てきましたし、まあここからだと思うんですね。やっぱり今ここまでやってきて、ここ5試合2分け3敗と勝利ないですけど、オセフンが入ってきたとか、前線にこう選手が戻ってきたり、この辺は非常に大きいと思いますね。今回セットプレーの流れからのゴールでしたけれども、よく考えてショートコーナーにした、工夫した、もうここはとても良かったと思います。今度は流れの中からゴールが奪えたり、オセフンとかこういう軸となる選手が出てくるともっと良くなると思います。次節はホームでガンバ戦、楽しみにしてます。頑張ってください。チャンネル登録お願いします。